はいどうも、今回はこちらタミヤのランチアストラトスターボ、これをやっていきたいと思います。移転前にね、ご依頼いただいてメッキバージョンの方はやっていましたけれども、これねまた再生産かかって、今度はこのアリタリアカラーのね、まあ、再生産かかりましたので、これをねやっていきたいと思います。では見ていきましょう。もともとモーターライズのキットっていうことで、まあ再現度はね、まあそれほどでもないっていう感じではありますけどね。これ、デカール貼れるかな？今回デカールでやろうと思ってます。このアリタリアカラーの。モーターライズのキットっていうこともあって、もともとがね。もうその、なんて言ったらいいの、再現度うんぬんっていうよりも、どっちかっていうともう、まあ昔のキットだしね、これもねっていうのもありますけれども、全部一体成形、まあリアウィングだけが別っていうような感じになりますね。でシャーシだとか内装の部品、この辺も本当最低限というかそんな感じになるかなというふうに思います。これねスピード競技用ということで、まあバンパーがついてて、まあ本当はね、本当はもともとはここに接着してっていう風になりますけども、まあそれは今回は使わないですよね。でホイールとドライバーフィギュアとウィングの部品ですが、まあドライバーはね今回もちょっとごめんなさいです。もう本当に最低限っていう感じの、構成になります。だから再現度はやっぱりちょっとうーんっていうところはありますけど、でクリアパーツですね、テールランプね、これ塗り分けがねちょっとね大変っちゃ大変ですけども、フロントが外からのリベット止め、リアがシャフト同士っていう感じですね。で、スリックタイヤがついて、です。カルトグラフのデカールではないんですよね。だから、綺麗に貼れるかすごい不安。ちなみに横のね、ピレリのロゴがなかったりとかね、そういうことがあったりとかしていますね。と、まあこんだけの本当に、シンプルな構成になっていますが、ちょっとねこれから作っていこうかなというふうに思います。今回ね、まあ、アリタリアカラーデカールでいきます。まあ面積とか考えたりとかね、あとはねこのフロントのこの部分とかをね考えたら、デカールよりも塗装の方がもちろん綺麗に仕上がると思うんですが、ようできそうにないかなっていうことで、で今回、こういうところとかも、キワキワまで、ストライプのデカールが入るんですよね。貼ることになるんですよね。なので、このウィンドウモールの部分は、塗っちゃってからデカール貼るような感じにしたいと思うんですが、今回は、ちょっと趣向を変えまして、この状態でマスキングします。要は、クロサフ吹いてる状態ですけど、この状態でマスキングして、よいしょ。で、ウィンドウモールにしようと、いうふうに思うわけですよ。で、クリアがね、ウレタンクリアだから、どうしても、なんつったらいいの？塗装、本当はね、クリアまで吹いちゃってから剥がすといいんですけども、厚みがね、ボコーンって出ちゃうんで、クリアを吹く段階になったら剥がす。っていうような感じにしてね、やっていこうかなと。いうふうに思ったわけですよ。このキットはね、もうね、部品点数もほとんどないから、特段話すことがない。特段話すことがないというね。そういうこともあったりするんで、まあ、こまごまと、まあ、あとはやるところって言ったら、デカール貼るところぐらいじゃないですか。説明できるようなところって。そのデカール貼りが一番、まあ、大変なわけですけど、このキットの場合ね。だからその辺がねちょっとね難しいところではあるんですけど、あ、これは後でやってもいいか。フィラーを残すわけじゃないからね、これでいいか。よいしょ。
まあ、限定生産品みたいな感じで、まあ、とりあえず最初にね、一回様子見みたいな感じでパパッと出た後に、またババババババって出た感じなので、比較的入手はしやすくなってるかなというふうに思います。多分今回の再生産の、まあ、ファーストロットってわけじゃないけど、ロットとしてはね、最初のやつは速攻なくなっちゃったりとかしてるんじゃないかなというふうに思いますが、一回ね、7月の、中頃ぐらいだったかな、に出た後に、その後に月末ぐらいにまたバババババッと出たっていう感じでしたんで、まあ、問屋さんにもまだまだいっぱいあったから、多分入手はしやすいんじゃないかなというふうに思いますが、あの、メッキバージョンのやつもね、いつの間にかもう、あんだけいっぱいあったのに、いつの間にかなくなっちゃって再生産がなかなかかからなくて、で、今回のね、このアリタリアカラーみたいな感じの方があったので、ちなみにこの黄色い方を貼ってるのは粘着力がこっちの方が強いからです。だからその辺考えると、まあ今は、まあね、ユーザー側心理としてはね、まだあのお店にあるからいいやだと思うんですけど、そのお店にあるからいいやが誰かによって買われる可能性は十分にあるわけで、まあ見つけた時が買い時ですよ、なんでもそうだけど。で、後で、あーってなっちゃうぐらいだったら、見つけた時に買いましょう。まあこんな感じでね、あー切れてないし。こんな感じでマスキングして貼っておいてから、グレーサフ拭いて、白拭いて、で、このウィングのね、足の部分、ここだけ緑に拭く必要があるので、緑拭いて、みたいなね。そんな感じしてやっていきます。今回のストラトスは、タミヤの純正のデカールを貼っていっています。緑と赤のデカール、カローラ WRC のあの、貼りにくいやつ。カストロールカラーとかね。あの辺とかもあったんで大丈夫かなというふうに思ったんですが、これは結構いけるタイプでした。このツヤ具合がね、あ、いけそうっていう感じのツヤ具合だったので、今頑張って貼ってます。で、一番のね、ネックと思われるここですね。要は、このフロントのね、このスリットのところ。ここね、本当は塗装した方がかっこよくなるんですけど、私はこのマスキングは用できそうにないよということでデカールを貼っていってます。ウィングの付け根の足の部分ですね、こちらに関しては今回はモーリーグリーンを拭いてみました。結構ね、色味はいいとこ来てくれたので、まあ、タミヤのね、なんだっけ、アンスプレー、レーシンググリーンが指定になってますけども、まあ要はアンスプレーの色ですね。このデカール見てみたら、あれ、これモーリーグリーンでいけないっていうふうに思ったので、モーリーグリーンでいってます。このね、スリットにどう沿わせるかっていうのが問題なんですよね。で、前回もなんかここあんまうまいこといかなくて、えらいこっちゃえらいこっちゃになったような覚えがありますが、あれから何年経った？もう3、4年経ちましたんで、多少は進歩してない。進歩してる自分をお見せできたらいいなと思ってますが、そんなかっこよくうまいこといくかい。またね、マークヒット裏側に塗ります。あのメーカー作例とかやってる人ってどうやってやってるんでしょうね。毎回不思議に思うけど、そのメーカー作例やってる人の制作工程って見てみたくないです。どうやって塗ったそのデカールを貼ってるのか。まあ、そのデカール仕上げの場合ね。使ってるものとか、そういったものとかもね、知りたいですよね。よいしょ。とりあえず位置を合わせて、軽く拭き取って、あ、ずれた。早速ずれた。もうとろけ始めてますね。ニスの部分だけ。ちょっと左右でずってるね。斜めってるね。そしたら、この状態で、どうかな、うまいこといくかな。これお湯をつけた、コンビニの、あれです。お手拭き。これ、地道にこうやってちょっとずつ押し付けて、ぴったり合わせていくしかないですけど、でもね、これね、多分ね、浮いてくると思う。クリアを拭くと。
まずはデカールをしっかり沿うようにやっていきます。とりあえず結構いい感じで沿ってくれましたね。あとはクリアを吹いた時に浮いてこなければ勝ち。何と戦っているんだお前は。まあちょっとまたねアクリル溶剤を塗っておいて、でこれで時間を置いて浮いてこなければいいんですけど、浮いてくるようだったらまたちょっとね熱加えて、でちょっとずつね多分大丈夫だと思うんだけどな、くっついてる時の感じがするんだけど、乾いてパイーンってこう剥がれてきちゃったら、まあどうしようかな。このスリットそれぞれにデザインナイフで入れてやってってやると今度は白くなっちゃうし、白というか下地のね白のが見えちゃって、で今回墨入れはしたくないんですよ。墨入れはしたくないので、まあこれでうまいこと言ってもらおうと信じましょう。モールドが埋まっちゃうのが嫌で、ここのねところ切ったりとかしてたんですけれども、まあ一回クリアを吹くわけですよ、塗装するウレタンクリアする前にね、やっぱりしっかりとくっついてなかったところがあって、こことかこういうとことかね、要はこれはどういうふうになんで起きたかっていうと、このね折り込んでるところにデカールがしっかり定着してなくて、で、クリアを吹いたことによってそれが縮れ上がって、で、溶けちゃったっていうのが原因なんですよね。こうならんようにしなさいよって言ってるのにそういう風になっちゃってるんですけど、これ色合うかな。色が合うかどうかが問題なんですよね。やっぱり合わないかな。こうめくれ上がっちゃってね、要はデカールの下地の色が見えちゃったりだとか、要は発色を良くするための印刷ですね、その辺が見えちゃったりとか、そういう風になっちゃってるんですよね。あとは元々の下地のね白だとかそういったのがね見えちゃってるんですよね。タッチアップ して目立たなくなるかな。であとほらこの今ね、今ちょっとあれですけど、ここのねところあんだけしっかりくっついてたはずなのに浮き上がっちゃってる。でこれ浮き上がっちゃってるってことは、つまりしっかり定着してなかったっていうことなんですよね。定着してなかったからクリアで吹いたことによって縮んじゃって、で、こういう風になっちゃうと。皆さんこうならないようにね、こうならないようにやってあげましょうね。一発目でもういきなりウレタンクリアの方が良かったのかな。でもウレタンクリアはウレタンクリアでやったところで溶けちゃいそうですけどね。ちょっとねまだね自分の中でウレタンクリアの特性を把握しきれてないっていうところは実際あって、どうしてやるのがいいのかなってことはまだ考え中なんですけど、こういうところがね未だにねうまくなってないなと思うところ、どんだけやっても下手っぴだなって思うわけですよ。大丈夫かな。変にタッチアップするとね余計目立ったりすることもあるから、こんなもんにしとくかな。まあ、この辺がやっぱりその塗装デカールじゃなくて
塗装でやってたらそんなにね目立たなくなる、目立たなくなるっていうか、そもそもこのモールドのねところまで色は乗るわけなんで、結果としてまあ綺麗に仕上がるっていうところはあるんですけど、これをなぁ塗装で、まあマスキングうまいことやってあげられる人だったらこの辺もねうまいことやっちゃうんだろうなぁって思うんですが、こういう風にね切らない方が良かったかなぁとか思いつつ、こうやってちょっとずつねタッチアップしてそんなに目立たないようにしていきます。まあ部品点数も少ないので、まあサクサクといけると思いますが、これねメーターのデカールがなかったりだとか、あとはねここのセンターのコンソールのところ特に指示はないですが、この辺にちょっとね一手間よいしょ、まあメーターに関しては塗装の指示がありますけどね、まあ薄くねドライブラシじゃないけど色を乗せていく感じ、さっ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 さ、この辺もねなんかアップデがあってもいいような気がするけど、なんかその何過去のあれではデカールはなかったけれど、例えばメーターデカールを追加するとかね、タコメーターなんか回ってるしね、これゼロのとこじゃないし、でもこれはタコメーター、スピードメーターなのかな、多分タコメーターだと思うんだけどな。これはまあモーターライズってことを考えると、走ってる時のね、なんて言ったらいいの、それを表現するためだったりするのかななんて思っちゃったりして、要はゼロだとモーターライズで走ってるはずなのに全てのメーターがゼロなのはちょっと寂しいよねとか、そういう配慮だったりしたんだろうか。でも他のモーターライズのキット、まあもともとモーターライズのやつね、まあタミヤのやつ組んだことあるそう数あるわけじゃないですけど、その辺かん、その辺のやつってあったっけ、あったっけじゃないわ、ゼロ指針だったっけ、ゼロ指針違う、ゼロだったっけ、スピードメーター動いてたっけ、まあ、軽く頭の部分塗るだけでもねだいぶイメージは変わるんじゃないですか。まあ実物はね、例えばこの辺がウォーニングランプだったりだとかそういうのもあるかもしれないですけど、基本的にスーパーステンで塗ってますけど、別にスーパーステンである必要はなくて、まあちょっとでも目立つようなキラキラ系の方がいいのかなって思ったりはしますが、まあ表情をつけてあげるって言ったらいいのかな、モールドがあるなら塗りたくなるのがモデラーじゃない、自分がモデラーなのか、まあプラも作ってる時点でモデラーではあるけど、本当にござるか。ここは台座の部分だけ銀色に塗るか、説明書だとねセミグロスブラック一色だけど、それじゃちょっと寂しいもんね、まあほとんど見えなくなるんですけど、あーちょっと手が震えるな、これちょっとダメだ、手が震えてうまいこと動かせないけども、とまあこんな感じでねちまちま塗って組み立ての方をね始めていこうと思います。はい、タミヤの24分の1ランチャーストラトスターボ完成でーす。んー、やっぱりボンネットのところのデカール張りがうまくいかないですね。っていう感じですが、まあね、デカールが、デカールというか、まあ、なんて言ったらいいの？デカールか。デカールが、まあ、ピレリのがなくてね、他にもなかったやつあったかな？
もうだいぶ前なんでね、前回組んだのがスタジオ27のデカールがフルだと思うので、それからちょっと減ってるやつとかって言われてもちょっと今パッと思い浮かべられないですが、これをね見てらっしゃる方の中にはスピード競技用時代を知っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ昔のねそのモーターライズのやつのそのモーター仕込み系のものを配しての再生産みたいな感じですね。まあ前回の、メッキバージョンの時もそうでしたけども、まあそんな感じになってるので、まあ昔とはちょっと違うよねっていうところはやっぱあるかなっていうふうに思います。まあいつもの通りねディティールアップはせずに組み立てましたけれども、まあ例えば車外の凡品とかその辺を持ってきたりだとか、あとはそのサイドのねアリタリアの A のロゴ、あのインテークになってるところ、そこにもね箱絵を見るとメッシュがあって、そこにアリタリアの A の赤と緑が入ってたりとかっていうこともするみたいなので、まあその辺をね、まあ例えばメッシュ貼って塗装したりだとか、まああとはエッチングパーツのねエッチングメッシュとかそういうのを使ったりとかして、まあディティールアップするのもまあいいかなというふうに思います。組み立て自体はね、あの部品点数もかなり少ないのでかなりやりやすいとは思います。ただし、どうしてもねあのガタつきがあったりだとか、パーツのガタつきがあったりだとか、まあその辺もあったりとかするので、あとはちょっと大きさがこれでいいのかなみたいなねところもあったりとかするので、まあちょっとっていうところはあると思います。それはもう仕方がないと思います。だって金型のその刻印見たら1977年ってなってますからね。自分より年上だもん自分より年上のロットなので、まあ軽くどうだろう、半世紀弱だって自分が42で、5年前だから47年前の金型なので、まあどうしてもねその辺はねっていうところはあると思いますけれども、きっちりとやってあげればもっとこうパリッとした感じで仕上げることもできると思いますので、腕に自信のある方はそうやってこう何パリッと目指してもいいと思いますし、まあ、最近プラモデル始めたばっかりでとか、昔これ作ったけどしばらく作ってなかったからなとかっていうことはね方はね、まあなんつうの、そんな肩肘張らずにねちゃっちゃっちゃっとやってみるのもいいかと思いますし、まあいろんなこう可能性はあるかなっていうふうに思いますので、そういったね、いろんなねそういう方向性でこう楽しめるかなということは思います。なのでね、まあそういった感じで組んでみると面白いんじゃないでしょうかと思います。こういう再販はねちょこちょこやってほしいなというふうに思いますけどね、自分はね。はい、というわけで、今回はタミヤのランチアストラトスターボでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。